はい、僕たちの性能美はアイビーです。アイビーです。アイビーのヒロトとユータとトシキとケントアイト、アイビーです。さあ、というわけでやってまいりました、はい、アイビーチャンネルなんですけれども、はい、皆さん、かっこいい男の条件って何でしょう？スマートまあ、僕が思うにはやっぱり美術センス、そして芸術センス、そうね、絵が上手い男。今日は第1回アイビー絵心対決。はい、誰が一番絵が上手くて下手なのか白黒はっきりさせてやろうじゃないかと。いや、こっちのセリフだわ、ね、まあ確かに僕とケントは ね、あんまり得意な方ではない。でもユータのチャレンジ企画じゃなくて、いや違う、ユータが俺らに対決を挑んでみたいな。違う違う、検証ですよ。シンプルに誰が一番イケてる男なのかと検証企画なんですけれども、まあ、ただやっても、まあ、なんかこう自分俺らが負けて、ちょっとそれ緊張感ないかなと思って、罰ゲームやった。はい、しっかり罰ゲームも、絵が下手だった人はですね、その絵をね、写真撮ってもらって1日ツイッターのアイコンを写真でいきます。なるほどね、望むところよ。もちろんですよ。行きましょう。じゃあ1個目は、笑っちゃう、なんでなんでどうしよう、リアル見ない。1個目、ペンギン。うわー、上手だ。いいっすね。俺分かんないけど、俺ケツさんのペンギンなんか想像できない。くちばしこんな感じだったんだけど、くちばし2種類なんかこれやばいな。ダメだよ。ダメか。俺たぶん、ほんとに俺でもすでにニヤニヤしちゃう。皆さん、書き終わりましたでしょうか？はい、はい、さあ、じゃあみんなのペンギンをせーのでいきましょう。はい、いきますよ。せーの、じゃドン。さあさあさあ、うわっ、待って、穴開いてるよ。確かにうまいけどこれ、ちょっと待って、ペンギンじゃない、これすずらって言うんだっけ。つららね、つららね、すずらってなんだ。なんで穴開いちゃってんの。穴開いてる。お腹のなんかマーク。でもね、ちょっといい、待って、ゆうたもひよこいいよね、ニワトリとひよこ。違う違う、コペンギンだよ。嘘、太陽見せてよ。これでも派生だよ、ニラは。そうね、これはなんかアニメでいたらいいなぐらいの。これはマジですげえわ。でもこれ結構違う。はい、なんか、え、でもこれペンギンなのか、俺。いやいやいや、これちょっとね、わいや、俺も大丈夫でしょ。ちょっとペンギン、これも結構ね、そう、うまいんだけどね、なんか分かる、形はちょっと可愛いでしょ。危ないよ、それも。じゃあ、一番下手だと思う人、じゃあ指さしますよ。いきますよ、せーの、ドン。俺、なんで俺、全然高くねえじゃないか。はペンギン部門は健在です。次のお題は桃太郎。ないわ。待って、俺絶対俺だ。もう、この企画俺だよ。腹筋を後悔する、本当に。マジか。でこう桃太郎がどの段階を桃太郎かに。俺の中ではね。あ、待って。めちゃくちゃむずいな。あ、待って、分かったわ。すげえ、桃太郎って。これはね。桃太郎。たかしダサいんだっけ。桃太郎と金太郎すげえ混ざるんだよ。わかる。こういう物語系ってやっぱどのシーンをこう切り取るか大事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 なんだね。結構いいと。なんかやっぱ仲間とかもいたらね、桃太郎っぽく見えるし。ああ、そうかそうか。そうかそうか。鬼ヶ島に行く、うん？鬼ヶ島みたいな。鬼ヶ島。そうだよね、仲間を。はい、というわけで、皆さん桃太郎は書き終わりましたでしょうか。はい、はい。いや、これはね、桃太郎って言ってもストーリー性があるから、ね、どの部分を切り取るか結構大事なのかなと思うんですよね。イメージ力ね、うん、じゃあいきましょうか。はい、はい、じゃあみんなの桃太郎こちらです、どうぞ。俺は金太郎や。あれ、あ、マシルの持ってる。ちょっと俺の、これね、斧。俺の斧。これ、漫画だよ、これ。あ、ちゃんと斧はある。危なだよ。トシキもうまい。俺、どうよ、俺、うまいな。うまい。あ、そうそう、浦島太郎のファンみたいな。うま。いや、
ゃあ一番下手な人決めましょうか。はい、はい、じゃあ一番、桃太郎が下手だなと思う人いますよ。せーの。いやいやいやというわけで桃太郎部門も一番下手だったのは健太です。やばいやおっ、あ、A を押さえるかは、成功か、それじゃあ僕、お箱だよ。あ、あれだ、あの、子供、少年がボールを蹴ってるいや、いいや、サッカーしてるね、サッカーしてるね、サッカーしてるね。いや、いや、いや、よくそのお題行こうと思って、ね、結構、A の中でめっちゃ難易度高いのに、一番得意なんですか。あるかな、完成なんかほら、ちょうどここから書いてるんで、これはね、もう今は結構自信あるの。ペンと一番最初にできなかった、はい、もうできたの。できた、できた。10年半ぐらいは。でも10年ぐらいはこの絵を描いてるってこと。そう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 。さあ、というわけで皆さん、描き終わりましたでしょうか。はい、はい、じゃあ、これちょっと一番自信があるさあ、ケントはじゃあ最後に。最後に、あ、なるほど。やりますか。これはまあ、経験者。じゃあちょっと経験者、サッカー経験者だし、まあ、これがお手元かなっていう。行きましょうか。はい、まあ、キャプテンゾーラ記事だし、漫画ね、よく見てたんで、まあ、イメージしながらこちらですね。うまっ足上がってるね。うまい、めっちゃうまい。足上がってるね。めちゃくちゃうまい。超ライジングシュートかもしれない。それ右下にサイン書いてる。ねえ、ね、まあこんな感じかな。うまい。じゃあ、まあうまい順に行きます。そしたらね、なるほどね。綺麗、綺麗な絵をやっぱトシキも割とうまい。じゃあトシも行きましょう。はい、僕はこちら。なんかでもなんか、あ、でもすごいリフティングやってます。リフティングやってます。すごいよ。なんでそんな広角レンズ、広角レンズ、魚眼レンズみたいな。一応なんか、ね、すごい。我々なりに描いてみました。うまい。すごい。やっぱ見える、見える。太陽行こうか。俺もね、ちょっとね、いい感じの、なんかカメラパスが回ってきた。あ、いいね。俺もやっぱね、ちょっとずつやっぱ、絵を変えていかなきゃいけない。お、画角を。あの、VTR 系な感じ。なるほどね。長いね。VR、前振り長い。VTR、VTR。今日の試合を振り返りましょうの VTR。あ、なるほどね。行きましょう。足元カメラで、あの、足元にちょっと手抜きでした。待って、今日のシュートのシーンを見てみましょうって言って、手抜きやぞ。キックした選手の膝から下だけを。待って待って、それ分かりにくいね。ちょっとそれ良くないんじゃない。逃げた、逃げたね。逃げたね。じゃあユータ行こう。俺ちょっとか、そのヒロットとかぶっちゃって、あー、やっぱシュートモーション。いや、ちょっとよっあ、なんかじゃあかっこいいじゃん。ミスったのと思ったの。うん、ちょっとこういう感じです。やっようかな。なんかね、あの幼稚園サッカースクールみたいな、4、5歳の感じだね。ヒロットのね、やっようか。まさにいるんだよ。ヒロットは多分ね、右上狙ってんだよ。これあの、キーパーの左下狙ってる。トーキックだ。トーキックだ、トーキック。はいはい。さあ、そして一番で自信があるって言ったら、じゃあ行きましょうか。行きましょう。どっ、ほんま押し込められてる。ちょっと待って、どんだけ好きなの。いや、キーパーだったから。ほんま、俺はひどい。ゴールの前に守ってるんですよ。なんでゴールの裏にいるの。押し込められてる。ほんま絵のさ、感じが同じだよね。正面でさ、中に全然丸入ってる。これ一丸入ってる。ナンバーワンです。ナンバーワン。次、モモ丸。モモ丸。モモ丸がいい。そっちは、もう右腕が空洞。いやー、まあこれで決まるという感じですけど。はい、ちょっとその辺で安心して最終投票いきましょうか。その辺で安心して面白いな。じゃあいきますよ。絵心対決サッカー部門一番下手な人は、誰でしょうか。いきますよ、せーの。ドン。お、あれ、おいしょ。ブラ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 。これサッカー経験者がやったからここ許せないんですよね。今日は太陽2票。あれ、うん、あ、そうか。なのでサッカー部門は太陽です。おいやー、とは言うてもですよ、最下位決まっちゃったね。まあ最下位がまあ決まってしまったわけなんですよね。はい、うん、じゃあどの絵をアイコンにするかっていうことだよね。なので、まあ、まあ最下位としては健太なんですけれども、俺金太郎がいいな。金太郎出してもらって、やっぱアイコンにするなら金太郎。これでいい？これじゃあ、俺はもう任せる。なんかいいの。ちょっとでも意地悪かもしれないんだけど、アイコンを
ヘッダーこっち。ああ、あっちの方がいい。横出していいぞ。上のやつだと思って。ああ、なるほど。それはありだわ。あ、いいかもね。採用しましょう。なんでいいかもね、なんか。嫌がれ。乗り気か。なので、皆さんこの動画見た後の、ケントの、ツイッターぜひ、見てあげてください。はい、はい、というわけでじゃあ次の、映像動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。動画見てくれてありがとう。この動画が楽しかったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。